見た目めちゃめちゃふわふわしてるのにアドバイスがすごく的確で、友達なんですけど友達の目線でも話してくれて、ビジネスの目線でも的確にアドバイスをくれるので、なんだろうな、私の中で中和されるんですよ。私の頭の中で彼女多分私のことをすごく考えてくれてて、私がそういう風なコンサルをというか、アドバイスをしてもらった方が、私が羽を広げて生き生きと仕事ができるって多分彼女考えてくれてます。普段はすごく厳格な厳しい感じの彼女がいるのかもしれないんですけど、多分その、プロのコンサルタントとして私だったり別の子だったり別の人だったりで、その人に合ったコンサルをしっかりとしてくれてるんだと思います。すごい助かってます。あ、もう大きく関わっています。韓国で初めて会って、こんなに世の中で活躍してる女の子がいるんだなって、すごい衝撃を受けて、この子みたいになりたい、この子を追いかけたいって思って、私も美容の世界に飛び込みました。木下さんきっかけでこのお仕事始めたという感じでは、いや本当にもうその通りだと思います。はい、それはやればいいんじゃないかっていうのは言いますね。なんかこうやってみて失敗したとしても大したことないし、誰も失敗見てないんですよね。成功した時しか見てないから、過程なんて誰も見てなくて、過程で何回失敗したとしても人が、皆さんがキラキラしてるところしか見ないと思ってるから、いくらでも失敗すればいいんじゃないかなと思ってるんですね。そういう話はよくします。自分のこともそうだし、家族のことも考えた時、これからできる家族のことも考えた時に、経済的に自立することすごい大事だなと思っていて、こう追い立てして働いていくとなかなか難しいんじゃないかなというので起業しました。そうですね、いろんな通販のサイトの自社でもやってますし、支援もさせていただいてます。あとはもともと美容サロンの通い放題サービスを作ってたんですけど、今コロナで閉じてしまったので、今は逆に美容サロンをやりたい方とか、もうすでにやってるけどなかなか集客お困りの方の、コンサルティングだったりとかマーケティングのお手伝いしてます。今すでに起業してないっていう時点で、なんか正直どうなのかなって思います。なんかもう始まる前から私の価値確定かなって思います。できる限り歩み寄るっていうのをまずトライするんですけど、話が通じなかったらもう私が先陣切ってやるからついてきてくださいって感じです。あ、なるほど、はい、もう引っ張る側に回るっていう。はい、そうですね。なんかそういう話が通じない人の意見を聞くメリットがないです。なるほど。話を聞かない人っていうのは、じゃあその人リーダーには認められない感じなんですか？そうですね、もしその人がリーダーでやってるんだとしたら、普通に私がリーダーになるんでどいてくださいって感じです。最終的なゴールは、私もともと結婚がしたいなって思ってるので、結婚もできて、しかも仕事も成功してるっていう、なんかその2つとも手に入れたいなって思います。今ってなんか女性って家庭に入るか仕事をするか二択になってると思うんですけど、別にどっちも両立しようと思えばできると思うんですよ。でもそれが難しくしてるのって、女性が稼げない世の中だなって思うので、こう女性でも社会進出こんなにできるんだぞとか、稼げるんだぞっていう、でその先に仕事をするかどうかの選択ができるっていう状態をなんかもっと作れたらいいなって思います。消費者を食い物にしてるんじゃないかみたいな、使ってもないのにそういう意見すごい SNS で当時溢れてたんですよ。本当に根も葉もない噂なんですけど、当時はなんでこんなに真摯にみんなになんかこういいものを提供しようと思って頑張ってるのに、こんなこと言われなきゃいけないんだろうと思って、めちゃくちゃ病んでましたね。病んだりもするんですね。します。はい、あまり病んでも吹き飛ばしそうなイメージがあったんですけど、そうですね、多分病んでズーンってなるってよりは、なんかもうそんな風に言われるんだったら絶対成功しようって思いますね。なんか見返してやろうみたいにすぐ結構気持ちは切り替わる方だと思います。強いですね。強くないとやっていけないんですよね。そうですね、はい。仕事ではないですけど、プライベートではそれはあります。元彼がなんか別れるってなった時に、なんか別れたくない別れるみたいなことを繰り返してたんですけど、どうしても私が別れたかったので別れるってなったら、今までかかったお金全部返せって言われたんですよ。だから私次の日全額振り込みました。っていうのは最近で一番切れた経験です。
正直その納得させる自信はもちろんあるんですけど、私は投資してもらうっていう立場ではあるんですけど、むしろ2人に儲けさせてあげる事業を提供するぐらいの気持ちでいるんで、なんか正直その質問されても困りますね。2人からぜひ一緒に組ませてください、お願いしますって言えるぐらい、なんかこういいものを作り上げてこう提示できる自信があるんですね。なので今後なんかこう一緒にビジネスパートナーとしてやっていきたいですってお願いされるぐらいだと私は思ってます。みずきです。ジュエリーのデザイナーとディレクターをしています。可愛らしい雰囲気に反して頭の回転が速くて、すごい人をエンパワーメントさせる人だなと思います。私がブランド始めたいなって思ってた時に相談して、絶対センスあるからやった方がいいよって言ってくれたのはマリアさんなので、すごいきっかけになった人です。専業主婦になりたいから起業したもそうですし、なんか最初は会社員しながら起業されてて、それが割としかもしっかりした事業をされてて、すごいなって思いました。ぶっ飛んでるなって思いました。マリアさんの背中を押してくれる言葉だったりとか姿勢で、すごく私みたいに何かをこう始めるきっかけだったりとか成し遂げる人もたくさんいると思うので、ぜひご自身の行動力も含めてハウスのお家のこう周りの人を巻き込んで成功してください。ナナです。会社員と EC ショップをやってます。天才だと思いますセンスがすごいあるのと、ビジネスの能力にも長けてるっていうのと、見てわかるように女性らしい可愛らしい部分も備えてるので、モテると思います。結構わかりやすい性格なので、日本人の女性に多いこう察してほしいっていうなんか面倒くささとかも多分ないと思います自分がしたいことは多分言えるんじゃないかなと思います。すごい気が使えるっていう、人の気持ちを考えることができる、なんか言語化能力じゃないですけど、なんか言葉にする力とか大きいと思います。頑張ってたくさん稼いでね何だろう、あんまり学校に行ってなかったので、なんかそんなになんかこう思い出がないです浮いてたみたいな。浮いてたと思います東京って浮いてる方の集まりじゃないですかなんかすごい馴染めてよかったなって思います。小学校の時に唯一なんか思い出があるんですけど、なんか小学校の時って当時まだ年賀状を送り合う文化だったので、お互いの年賀状の住所をノートに書き合うみたいなのがあったんですけど、書かれた住所が全部違う住所だったんですよで帰ってくるんですよね。そうすると2日とか3日になんか住所不明ですみたいな感じで、でその帰ってきたやつを帰ってきたそのまま手渡しで各お家に渡しに行きましたなんかシングルマザーだったんですけど、すごく仕事頑張ってくれたので、お金に困った経験正直幼少期ないんですよ。でもやっぱり一緒に過ごす時間はものすごく少なかった気がします。与えてくれるものはたくさんあったんですけど、家族の時間みたいなのが全然なくって、だからそれを実現したいのかもしれないです、自分の家族では。ゴロゴロしたりとかしないですか？ゴロゴロ、でも愛犬と遊んだりはします。はい、EC サイトみたいなのをされてるとお話したんですけど、はい、あ、そうですね、ペットはもう本当趣味の範囲なんですけど、自分がペットすごい飼ってて、ペットにいいものだったりとか与えたいなと思ってペットの通販もやってます。集団行動なんか苦手そうって思われるんですけど、全然得意です。好きですか？好きじゃないです自分を律せるわけですか？あ、そうですね、合わせて動けます。意気込みはなんか女性起業家すごいまだまだ少ない中で、私が出てこう頑張っていくことによって、なんかこうそういった姿を見て私も挑戦できるかなって思ってもらえるようなことがあればいいなと思うのと、まあ、とにかくやったことに対しては成功させたいなって思います。はい。